し。はい、じゃあ皆さんお疲れ様です。今日は6月13日月曜日ですけど、今時刻が7時25分。はい、さあもうそろそろドバの方に上がります。僕先週土曜日休みだったんで、土日と2連休だったんですけど、今週は結構長かったですね。土曜日は午前中家のことして、昼から子供たちのバレエに行って、夕方までバレエして、そうで夜バッテリーが上がって広島のね、街中でバッテリーが上がって、で、業者さん呼んで16,500円取られてで日曜日、昨日はね、午前中はねゆっくりできましたけど、昼前ぐらいから小豆をトリミングに連れてって、はい、で昼からそれで買い物とかね、父の日の自分の親にね、プレゼント買って帰ったりして、でそっから夕方ぐらいからゆっくりできたかなって感じなんですけど、だから逆に長かったですね。なんか、ゆっくりする時間もあれば、出かけてバタバタしてる時間もあったんで、すごいねこの2日間長く感じました。はい、で、今日ね金曜日の積み置きの廃材を積んでますんで、そうこんがらですね、またこんがらというかがれきですね、がれきのまた袋出しから今日はスタートです。はい、とりあえず今からねやっていきたいと思います。20分ぐらいまたかかるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今日からまた仕事頑張ります。外れとるんで、はい、こんな感じで2個突っ込みましたね。汚いね。いやー、これ前の4トン危ないわ。これ普通の土木のダンプですけど、4トンダンプですけど、これね、木材を、薄いのもあるよこれ、結構コンパネ立ってから積んどるけど、これ危ないよね。どう考えても飛ぶじゃろ、こんなんスピード出したら。どう見ても薄いコッパとかね、横へなんか屋根剥いだ分かなとか、薄い木材とかあれ、ただ刺さっとる状態ですよ。これぐらいのね、今渋滞でノロノロ運転なんで飛んでかんかもしれんけど、もうこんな60キロとかさ、もう高速とか乗ったらさ、多分一発で飛ぶよこれ、何個かポロポロっと。これはダメじゃろねえ。まあこの状態だったら後ろにもちゃんと煽りを立って、ほんで走らんとね、やばいでしょ。シートかけるかなんかして走らんとね。まあ大体解体屋さんはね、パンパンに積んでロープでグッと縛ってね走られてますけど、この前のダンプはそんなこともせずに、非常にこれ危ない状態ですね、ほんま。
さあまたね、ここ、この間と同じとこですね。渋滞っていう動画の時とあの同じ場所走ってますけど、へさかから中山に抜ける道ねえ、いやでもさっきのだけど、ほんまあれね、子供でもなんか分かりそうな感じなのにね、その産廃屋さんとかさ、トラック運転手さんとか解体屋さんじゃ ないにしても、一般の方が見てもね、あれどう見てもこれ飛ぶじゃろうってね、一瞬でも分かると思うんですけどね。まあほんま渋滞じゃきいいけど、いや渋滞じゃきいいっていう話じゃないよほんまね、今のは間違いだね、渋滞じゃきいいよっていう問題じゃないわ渋滞じゃろうがなんじゃろうが、あの状態で走るのはもう完全アウトですねほんま、もうなんなら煽りよりちょっと出てましたからね、少しね、煽りの高さよりちょっと出とったんで、まあシートとかね、常備されてないんだと思うんですけど、産廃屋さんじゃ なかったんでね、おそらくロープぐらいしかないんでしょうけど、あれコンパネ立っとるがためにロープかけても意味がないしね、あの状態じゃ、どっちにせよあの状態で走るのもダメよもう、そう、もうほんま平らに積んでコンパネをあれをベタベタっと寝かして、その上からロープかけて走るぐらいしかもうあの状態だったらないですよね、やりようが。そう、煽りもペタンと外へ倒してね、あのこぼれんかいね、こぼれんゲート横に倒してから、で煽りと平らな状態にしてからコンパネをベタベタっと寝かしてロープかけて走るぐらいしか、そもそもそうよね、深鉢のトラックじゃないんでね、残土とか運搬するんなら分かるんですけど、ああいったダンプで、そう、木材とか運ぶにはやっぱ適してないですよね、やっぱ解体屋さんが持ってるような深鉢のダンプトラックとかね、ああいったものじゃないと危ないですよね。やっぱそれ相応の車両ってあるじゃないですか、その用途に見合った適したそれ用に作られたトラックっていうのがやっぱあるんでね、まあ何かちょこっと廃材が出た系運んだんかもしれませんけど、まあ、非常に朝からちょっと危険なダンプを目撃してしまいました。はい、やってしまいました、またカメラが回ってなかった、くそ。今ね、ここの中にね、明太子2切れ、からし明太子、昨日福岡土産でいただいたからし明太子入れてきたんですけど、カメラのスイッチがオンになってなかった、くそ。5、6分一人で喋りながら食べてしもうた、最悪。もうこの麦ご飯も買ってさ、この持ってきたご飯だけじゃ足りんと思ってさ、麦ご飯も買ってきたのに、今ここあの白木町の庄司におるんですよ、くそ、ほんまごめんなさい。めっちゃうまかったら2本持ってきて贅沢に今食べたんですけど、なんでカメラ回ってないかな、もう。で、なんで俺もいつも確認せずに食べ出すかな、喋り出すかな。もうね、2年ちょっと YouTube やってきてますけど、それでもね、こういった初歩的なミスをね、やってしまうよね、ほんま。自分が嫌になる。つくづく自分が嫌になる。これ、明太子2個持ってきた。今日、ね、もうだいぶ今暖かくなってきとるんで、そのまま生で持ってきたらやばいかなと思って、軽くオーブンでね、3分ぐらいちょっと焼いてから持ってきたんですけど、最悪ほんま。また、家に博多ラーメンがまだあるんで、高菜とかもあるんでね、それらを。あ、そうだね。博多ラーメンに高菜を入れて食べる動画を今度撮りましょう。いつかね。はあ、やってしまったほんま。はい。まあ今ね、白木の現場に入れ替え、あ、じゃない、引き上げに行ってきて、今その帰り道でね、庄司で
休憩してました。時刻が12時38分、はい、あともう2分したらドバに向けて出発しようと思います。ちょうど1時過ぎぐらいに上がれるかな、そしたらね、うん、はい、もう今日やる気なくしちゃいましたんでね、やる気なくしたほんま、うん、ま、実はまだデザートがあるんで、ここに銀チョコ、これかじりながら元気出して帰ります、ドバの方にね。はい、じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。さようなら。